はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神重聖編です。今日でログインが、1444日目ですね。はい、現在2023年5月31日の、午前11時49分なんですけども、今回ですね、必勝アリーナあと1日と3時間残ってるんですけどね、まあ累計の方、まあ、昨日の夜中なんですけどもね、昨日の夜に、終わりまして、今回この S ランクタイムスリップ、 S ランク役所タイムスリップ第2弾確率 33%、 これ開封したいなと思います。はい、まあこの阪神重聖編は自然回復のみでやりまして、まあ昨日の夜中なんで1日と10時間ぐらい前に終わったかなっていう感じですね。はい、まあそうですね、エナジー使うことなく終わりましたんで良かったかなと思います。はい、それでは契約書開封するんですけれども、今回ねタイムスリップ阪神は、和田選手、和田さんですね。はい、まあ今回まあガチャもせずにね、ランキングも走らずに、まあこの累計にかけようと思ってましたんでね、まあぜひ、この後の契約書開封でね来てほしいなと思ってます。まあ 33% なんでね、まあ通常の選手、阪神の選手ねもう来てほしいなと思ってます。はい、それでは契約書開封するんですけども、ですね、他にもありましてですね、 S ランク確率 10% 契約書と、あと A ランクチーム契約書が1枚ずつありますんでね、これも開封したいなと思います。まずは A ランクチーム契約書いきますね。はい、欲しいのはですね、湯浅選手とノイジー選手来てほしいです。いきます、 A ランクチーム契約書お願いします。これスキップしますね。湯浅選手かノイジー選手来い。うん、井上選手、まあ井上選手はいいですね。はい、井上選手といいです。はい、まあまあまあ、はい、岩田選手とノイジー選手は来ませんでしたね。はい、はい、それでは S ランク確率 10% 逆勝ですね。はい、まあ高打の達人の上級全クリア報酬なんですけども、これはぜひね S ランク来てほしいです。お願いします。これはちょっと演出見ますね。 S ランク来い。うん、渋そうやな。さあ来い、ないかな。うん、なさそうっすね。ランクっぽいっすね。阪神、うん、マクブルーム選手、広島ですね。はい、残念。はい、それでは最後に一番初これですね。はい、一生アリーナの累計 S ランク契約書タイムスリップ第2弾確率 33%、 これいきます。まあ欲しいのは和田さんか通常の阪神の選手、ぜひ来てほしいです。いきます、お願いします。和田さんか阪神来い。さあ通常でもね阪神の選手来てほしいです。うん、さあどうでしょう、和田さんか阪神の選手来てくれ。うん、中田選手、巨人ですね。はい、中田翔選手。はい、いやー残念ですね、大阪桐蔭。はい、残念。はい、和田さんも阪神の選手も来ずということで残念ですけどね、まあまあまあしゃあないです。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。ちょっと A ランク自治務客所、まあ井上選手だったらね A ランク自治務客所の、まあ井上選手でよかったかなと思いますけども、まあ、S ランク確率 10% 契約書もね A ランクでしたし、まあ最後ね、タイムスリップ 33% も、まあ阪神もコツ、和田さんもコツということで残念でしたけども、まあ頑張ってまたミキサーとかねで強化できればなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金覇王ロード阪神重聖編でした。